新年案は、高知県土佐清水市に所在する、仏堂である。本尊は、地蔵菩薩。四国八十八箇所霊場番外札所。以前の建物江戸時代前期の天の年間に、大阪寺島在住で、土佐出身と言われる真似によって、大師堂が建立されたと伝えられている。新年案が建立された、地の瀬地区は、札所間の距離が、最も長い三十七番札所。 岩本寺と38番札所、金剛福寺の中間地点にあり、伊豆田峠の土佐清水川のふもとにある。かつ、金剛福寺を打ち戻って39番、信光寺に向かう途中にあたる。新年庵は、全婚宿として、また、金剛福寺から、打ち戻る変路の荷物置き場として利用された。仏堂の前には、明治時代初期の安守であった、法印実刀が四国を巡拝して、 城材を集めて混流した88体の石仏が並んでいる。石仏を刻んだ石は地元民が集落の北にある山から切り出したものである。ここから金剛福島では7里ある。真面は金剛福島での辺路道に一丁間隔で同票として長石を350基建てた。これは足摺辺路道350丁国と呼ばれている。長石の多くは 美雅加国、張馬国、摂津国、地元の有志により建てられた。現在では、道路工事などで多くが失われている。現在、新年案の農協は、麓の集落にある民家で受けることができる。老朽化のため、建て直し予算総額500万円で募金を募り、達したので、2020年2月に落計された。ありがとうございます。